球児の球なら抑えられると思うんですけどね。14イニングで与えたフォアボール4つ、デッドボールが1つ、うん、ラミレスの当たりはライトフライです。マートン取ってワンアウト。今シーズンは14試合に登板して藤川球児失点した試合は3試合あります。開幕戦の DeNA 戦、それから4月5日のヤクルト戦はバレンティンにホームラン、そして5月の2日ドラゴンズ戦ではこれもリードを守りきれないという形になりました。中田さんはここのところの藤川球児状態どうご覧になってますか。まずじゃないでしょうかね、はい、見ててね、球児のまっすぐ、150キロ今出ましたけど、はい、これをもうちょっと多めに使った方がいいんじゃないかなという、落ちるフォークとかね、が多投してるんじゃないかなと、多すぎんじゃないかなという感じはするんですけどね、はい。ライトに上がっていますがファールボールです。今シーズンはキャンプから、いろんな変化球を試したりというシーンもありましたよね、はい。自分の中じゃね、今のまっすぐありますけど、もっとこうね、はい、レベルアップっていうかしたいという気持ちが強いんでしょうね、ただ今日はラミレス中村典弘に対してはまっすぐ、うん、そうですね、多いですね、はい。やはりこう、能見もそうですけど、藤井のリードがね、こうある程度こう今日はまっすぐ主体で押していったなっていうね、リードでしたよね、はい。球児もそうですけどね、うん、打ち上げました。センターはこの回から守備についている大和、ルーアウトです。僕らもいろんなすごいバッターっていうかね、話聞いたことあるんですけど、どういう球が一番打ちにくいんですかって言ったら、やっぱり速いまっすぐって言ってましたね。あ、そうですか。例えばフォークボールがガーンと落ちるとか、はい、スライダーが切れるんじゃなくて、やっぱりまっすぐの速いのがやっぱ一番打ちづらいっていう話はしてましたんでね。だから、武器である球児のね、この火の玉速球で、はい、ある程度押してこう引くという、そういうパターンの方がいいと思うんですけどね、はい。バッターボックスはピンチヒッターの下園。だからまっすぐで今、はい、ラミレス中村をバッパーンってまっすぐできましたよね、で今の初球はまっすぐでしたけど、こういうところで変化球でポーンって初球取れると楽なんですけどね、今日は高崎と能見、開幕投手同士の投げ合いとなりました。高崎も2回に3点は失いましたが、その後しっかりと抑えました。能見も8回に1点は失いましたが、榎田、そして藤川球児とつないでいます。やっぱ今みたいカーブが効きますね、これね、はい。まっすぐまっすぐと、ね、来てますんでね、4月の13日ドラゴンズ戦以来の勝ち星まであとアウト1つです。3連敗で臨んだ今日のマウンド、
浜スタジアムのレフトスタンド、あと1球コールです。3アウト、タイガー3連勝、 DeNA ベイスターズを振り切って3連勝を飾っ